特別なスープをあなたにあげる。あったかいんだからや。幽霊で直すなんてことする人いるわけないですよね。やじるうぬ。オレンジ負けた。ナイスボタン。ナイスリー。ワンワンだよ。ワンワンだよ。ワンワン。ずっとやろうと思ってたのにこれ昨日できなかったから悔しくて鳴らしました。でもあれですよね。エロちゃんさん猫派なんですよね。はい。いや犬派です。犬派です。なんで俺入ってったんだ今。なんか裏切り。つらりが。俺なんか気づいたらええんや。夏目さんミュートなってません？本当だ。あ、しょ、ごめんなさい。めっちゃ夏目ワンワンだよしてた。じゃあ、じゃあもう一回やって、ごめんなさい。もう一回やっていただいて。もう一回。はい。ガハガ。ワンワンだよ。今日トゥンさんの誕生日だ。釣ってください本当に。何？全然違った。14つ、これで殺す。全員殺す。これさ、ハイジャック来たら銃取り放題やね、これね。武器置いてるし、しかも。はい。茶色。茶色。茶色？あ、茶色？茶色？茶室の T 字の左上のところで死んでて直前に茶色ゲンさんが出てきて。え？はい、合ってます。ゲンさんどこから殺しましたねって言いました今。言ってません。ゲンさんどこからシャワー入りました？え、普通に右から入ってます。アーカイブからってことですか？はい。でパチッてやるタスクだけやって、アーカイブじゃないです。メインホールからです。でメインホール方面に戻ろうとしたところでセンターさんとすれ違って、うん、でちょうどドアが閉まったかな。はい。でセンターさんが入って行かれてレポートです。T 字のところは通りました。左上の。左上？あのアーカイブ通ってシャワー行ってメインでも直進あ行ってません。そこはピカさんが証明してくださるはずです。私金庫室から始まってて、うん、エンジンルームまでピカさんとずっとご一緒してます。私の移動経路はエンジンルーム、メインホール、シャワー室、メインホールです。藤宮もトータスさんを直前にそのバスタオルしまうとこで見てて、その後扉アーカイブ下の扉開けてアーカイブ右上のダウンロード始めようとしたとこでリポートなんで、トータスさんおられたかな。私タオルだけ拾ってれたんですよね。なんであのゲンさんの言ってるピカクロスの報道経路は大体やってます。はい。じゃあ藤宮さんのそのアーカイブから下にシャワー室に直前とかに入った人はいないって形で大丈夫ですか？そうですね。はい。上から下に降りた人はいないです。はい。うん、完全に対立？まあ、3現時点だと私トータスさんがそもそも見えてないんですよね。どのタイミングで入ったのか分かんないんで何とも言えないですが、まあ、トータスさんのセルフ一番濃くなりました。一応コックピットに行ってアドミンの情報を落とすと、はい、出てないのは武器庫ぐらいかな。武器庫ね、ずーっとマジずーっと1いたから何してんだろうと思って、展望デッキ、キッチン、武器庫って流れで行った人いませんか？いないの？まあいいや、とりあえずあのサンロラでもいいですよ。僕目線ゲンさんかじめさんの近く嘘ついてるんで、うん、あ、藤宮さん最後にダウンロードしてるところにいたのは見てます。それはシーン、ね、最後にいる位置は嘘ついてないです。喧嘩を落とすか。まあじゃあ先端さんと藤宮さんまでロラしていいかちょっと私視点わかんないです、ごめんなさい。情報的にはこれが一応全部です。それを次ちょっと、はい、はい、議論でお願いします。
いないの、いっぱいあっぱあ。はい、センターさんどこですれ違ったんだっけ、ケンさんと。メインホールのもう右です。あ、シャワーとメインホールの右すれ違い1、2杯発見ぐらいです。あ、だからセンターさん目線だとほぼほぼゲンさんじゃないかなって感じになっちゃいますよね。はい、あ、藤宮も5秒以内でトドタスさんを見てるので、うん、だから扉開けてダウンロード行くまでの時間しかない、うん、だから別に藤宮さんがずれてるって感じでもないから、うんうん、ローラーをするのであれば多分センターさんとケンさんで大丈夫だとは思うが、どうなんだ、うんうん、僕もそれに。シャワー室のベントから来たっていう線とかは、で、飛び、それだったらゲンさんが見てる。あ、そう、ゲンさんが見てるから、だからゲンさんが、見てないって証言をしている時点で、もうほぼほぼ先端と源さんの対立だと思う。うん、藤宮さんのだった場合は、藤宮さんがシャワー室上から来て殺す場合は源さんが見てると思う。いや、なんならそっちに行ってないっていう主張だった、源さんは。あ、そうなの。死体も東田さんも見てないから。どちらかというとそれだ。あ、僕目線どっちかが嘘ついてるって話。うん。あ、そういうことか。そう、で、どちらかというと藤宮さんがそのキルをするのであれば、多分先端さんが、あの倒れる死体を目撃してたりとか、なんか多分目撃できてんじゃないかなって気もちょっとしなくもないんだよな。それは別に取らないです。あ、そうか。そもそもセンタンさん、うん、だってシャワー室から出てくるゲンさん見たんでしょ。そうっす。だから T 字の上の方にあったから、ゲンさんの主張はギリレポートが届かなくて、うん、っていう主張かな、一応。まあ、ゲンさんと思ってますけどね。ロラするなら藤宮さん、うん、僕でもいいし、で6人で進めてもいいし、任せます。どうなんだろうね。任せます。一応。うん、かな、あ、夏目さんの私もスキップにしました。が、なんか藤宮を釣るつもりはないかな。夏目は私は藤宮さんもセンターさんも釣らないパターンにしようかなと思った。スキップにしました。ボタン押さないです。いいか、見としておいてあげるか。ゲンさん多分ミュートするだろうしね。愛の卵、卵。なんか歌ってほしい懐かしい歌、絶妙に懐かしい曲をあげたコメント優勝選手権、イエーイ。絶妙に、うわそれ夏みたい。例えば不正解はバタフライとかね、逆に懐かしくてね。ちょっと、チャーラヘッチャラとかはダメ。ドットカハムタラももうダメだね。逆に。はい。夏祭りも逆に懐かしくない、ね。ナイス。まあ、スラムダンク多分全部懐かしくないの。なんか位置情報が分かる。あ、一応表だ、あ、でも意味ないか、表だっても。焼きたてジャパンいいですね。キンプ入れたの俺と三藤さんと東京ミューミューとかいいと思います。うん。うん、あ、じゃあセンターさんで投票したってこと？あ、センターさんも入れてるはず。多分スキップ。あれ？な、3、5ぐらいだった。どっち入れたっけ？3だってよ。私はスキップ入れる。もね、あの時なずみスキップ入れたって言ってなかった？あれ？あ、違うわ。あん時、さっきのターンだよね。うん、あ、さっきのターンは藤宮を釣るつもりはないけど、うん、ローラーしたら終わるんじゃないか。その後に、あ、そうだ、サントスさんはどっちも釣らないのがいいんじゃないかっていう話をで終わったから、うん、自分入れてるわ。あ、でもなんか釣る主張も全然わかるから、なんかもうあそこは全然釣る意見も、うん、だけど藤宮さんを釣るのは反対だから、うん、まあそこでスキップ入れてます、自分は。そう、比較ロスも同様です。あの、落とすんだったら原産目線のインポスターの濃度が高いのは多分センターさんのセルフぐらいしかないと思ったから、うん、で実際原産も藤宮さんで確定とは思わないって言ってた以上は、多分原産とセンターさんを落とすのが一番いいかなっていう気がする。同意見。これ以上はあんまりやりたくないですね、うん、俺は、うん、多分なんか、まあ、ボタンの消費もだから、うん、間隔ちょっと開けて押す押すぐらいが
うん、感覚っていうのは話だけども、ゲンさんで7割連れて、センターさんまで含むと95くらいまで連れて、残り5をやるかやらないかみたいな感覚値の議論かなと思ったんで、うん、はい、もう私はなんか一番黒濃度濃いところで止めてもいいのかなってやったんですけど、95まで上げたいっていう人の意見も全然わかるっていう感じですかね。え、ちなみにこの中で富士宮までを釣りたいって思ってる人いますか？もういないからそれでいいんじゃないですか？うん、ありがとうございます、うん、まあフラットでいきますか、はい、ね、はい、ブルルの歌って何？あ、たらこたらこ絶妙だね。逆に絶妙。あ、それはいいね。発見ありがとうございます。いやー、やっぱり難しいな。さっきのターン、ゲンさんはまあまあなんか作業大変やろうやなと思って、まあ、ミュートにしてるの分かるけど、もう先端も来たらミュートになってると俺も一人で寂しい思いをしてた。え、ちょっとゲンさんミュートにするかなと思って。ありがとうございます。なんかミュートメタみたいなのがあるようにしておきました。なんか、うん、なんかこのまま本当に運の要素が強いというか、途中までピカクロさんとご一緒したんで、前半のアリバイ作りも兼ねてあえてご一緒したんですけど、結局すぐ見つかっちゃうとね、意味ないですもんね。いや、難しいや。バグっておる。はい、ナイスボタン。フォロワーいかなと思う。ナイス。ちなみに夏目先生、ミーティングルームでフリフリしてたのは？あのダンスしてました、ずっと、ね、なんかダンスしてたんで、まあミーティングのタスクやって、うん、まあちょうど頃合いで終わったので、うん、あのお母さんと電話するか、うん、ダンスするかで迷ってました。あれは死のダンスではない。死のダンスではない。死のダンス、むしろ殺してくれって思ってる、うん、今の爪は。ああ、まあキルクールも多分開けてたと。あ、開けてた、開けてた、開けてた。ついててなんだっけ、なんとかチルドね。ミュート、手動でお願いします。はい、ありがとうございます。ゲファイアンダフ、一人では。絶対カレンチルドねんか。絶チル？絶チル。懐かしい歌選手権コメントでやってる。絶妙に、絶妙に懐かしい。その、ああ、いや、もう逆になんか懐かしいといえば定番だよねっていうのじゃなくて、あったねーみたいな。ああ、ゾイドとかね。ゾイドな。ビーストウォーズとかね。ビーストウォーズだけちょっと、ああ、でもビーストウォーズはいろんな時にやってるか。はい、あ、お尻かじり虫とかいいね。ハンバーガー前で死んでました。え、ピカさん、サントスさんがちょっと怪しめの前で、カスターさんが白いって情報までは出せます、うん、私最終、うん、私最終値昇降機右側でダウンロードしてます。夏目で出てるエクトリカルで解散したよね。そうだね、夏目はメインホールの方行って、あ、メインに行ったんだ。あ、そう、ちょっと電気室のタスクをやって、うんうん、メインホール、エンジンルーム、で、昇降機前通路でカスターさんとすれ違い、カスターさんがエンジンルームに行く途中で、自分は宿舎前通路入れか入れないかぐらいでのレポートでした。ほうほう、なので、カスターさんは白いって言います。うんうんうん、サントさん、どこにいると言いました？私はエレクトリカルで、夏目先生と解散した後に上上がってメインシャワーアーカイブ昇降機前のところダウンロードにいます。扉開けました？アーカイブの1枚は開けた気がする。井上亮さんめっちゃ好き、うん、僕目線、キッチンで夏目先生とサントスさんと湧いて、うん、で武器庫エンジン通信って言ってるんですよ。あれ湧いたの通信？
あ、そうそう、3人で湧いて、なんで僕目線も2人どっちかかなって感じです、ね。お魚天国逆に、逆に絶妙だわ。私と夏目先生が解散する前に、多分ピカクロスさんね、あの、うん、真ん中下の方の、ね、真ん中下の方でアップロードしたのかな。黄色がギリ見えた気がする。自分が覚えてるのって多分サントス夏目ピカクロスが湧いた。あったかいんだから絶妙だな。エロさんは白取れるんでしたっけ。これはカスターさんがどこまで信じてくれるかによるけど、いい歌だよね。昇降機でビューンって右行きましたよね。そうそうそう。で、俺今最終はメインホールで部屋の中入っちゃってるんですけど、シャワー昇降機でカスターさんと別れた後、アーカイブシャワー室メインホールって言ってるんですね。容疑者がサントス夏目しかないならローラーでもいいけど、サントス夏目トゥンまであるかな。トゥンまである。他も積もってなく、自分視点白出せるのカスターさん。もうちょい待ちましょうか。おお。おお。え、サントさんどっち入れた？誰入れた？私は夏目先生に入れている。あ、オッケー。自分スキップ入れてます。シミヤもスキップしました。オッケー、オッケー。俺サントさん。特別なスープをあなたにあげる。あったかいんだからや。え？逆に絶妙に懐かしい。懐かしい。そんなに古くないけど絶妙に懐かしい。TD まで作ってね。クマムシは一体今どうしているのか。まあ、なんかでも営業、うん、営業とかで活躍してそうですよね。めっちゃね、なんだっけ、水曜日のた。ナイスボタン。はい、ナイスボタン。しました。どうしました、ナツさん。言われた。サントスさんとトイレの扉閉めて、扉開けて遊んでました。はい、まあ、あ、どうぞどうぞ。タスクがないってことですね、お二人のどちらかは。あ、いや、私、いや、私明確に理由があって、このターン夏目先生に殺されれば詰まるし、夏目先生がクルーだった、夏目先生がクルーだった場合は、まあそうですね、白が取れるから、夏目先生の白が取れるので、まあ一緒にいるっていうのはいい。はい、どっちに白が立ちしても夏目先生と一緒にいるのが最善だったので、うん、はい、なるほど、そうですね。トイレ前、トイレ前一人そこに行ってその人が切られた時がちょっと面倒くさいですけど。おお、確かに。ああまあ、ね、でも近づいてしまった。あ、でもちなみに貨物室脇は2人しかいなくてトイレ前でずっとだから、そこはいい、うん、だからまあ位置ずっと一緒にしとけば便利じゃない。でも6分の3でなんか合流場所決めるならあれだけど。え、だってラウンジで夏目が、うん、まあラウンジにいたら一番見つかると思う。診察室に行く人って絶対この場面だったらいるから、あ、ラウンジ合流にする。デートの待ち合わせ場所決めてる。ラウンジ合流にしましょうか。じゃあ私の夏目先生、うん、OK です。じゃあビリヤードとビリヤードの台の真ん中で合流。ビリヤードって、あ、 OK です。大人の遊ぶとこ。薄い要素ではあるんですけど、うん、アーカイブの扉すべて閉まってて藤宮がすべて開けたんですよね。うん、だからまあ薄い要素であるんですけど、うん、サントスさんがそこまで行ったっていうのが嘘であるという例があるな。僕もね、今言おうとしてたんだよね。そうですね、うん、サントスさんが開けた後にまた閉まったっていうのも考えられはするんですけど、うん、次青のりの歌を歌おうとしてた。僕は貨物からラウンジアーカイブです。でサントスさんは見てないんですよね。見てないです。アーカイブ入った時は全部閉まってました、うん。多分先は私抜けてるんで、ダウンロードがちょい終わるくらいだから、多分到着する8秒前くらいには私は抜け切ってるって感じかな、時系列。結構対立なの？いや、対立でもないんじゃない？どうなんだ？合ってると思うよ、時系列的に。うん、まあ、若干か、うん。いや、じゃあ、ラウンジで合流しましょう。うん、他の人はあまりラウンジの方来ないでください。でも、タスクが違うな。うん、視野に入れたいけど。を終わらせないといけませんと。タスク終わらさなか。終わりましたよ、私は。YouTube、僕らは鉄板。ハンバーガーガチャやろうと。ハンバーガーガチャですか？レタスバーガーをぜひ引いてください。いや、俺、パン、トマト、トマト、パン、一番上に肉とかそういうレア、奇形バーガーを作ることをなりわいとしている奇形バーガー職人なんで。素晴らしい。私は野菜バーガーだったんですけど、自分が死んで頭の上の目玉焼きも合わせて月見バーガーになりましたね。パン、肉、レタス、パン、肉です。めっちゃ仲良く。
よし。めっちゃ仲良く歩いてる。お、リアクターが鳴りましたね。動きになりました。さあ、夏目先生とサントスさんが右側、左側は誰も来ていない、左が藤宮さん。治りましたね。あ、おっと、夏目先生がプルプルを使って反対側に渡ったが、あ、戻る。戻ってサントスさんについていく。また乗る。あ、さっき言ってやる。私はプルプルで遊びますよと、有意思表示なのか、サントスさんはただ見てるだけ。さあ、仲良く乗ってて、サントスさんはボケと見ている。今ゲンさんブチギレてるところなんじゃないですか。うん、多分ゲンさんブチギレてますね。ほら、ブチギレのリアクター鳴らしましたよ。今ゲンさん鳴らします。おっと、ここで切る。そっちなんだ。そこ、そっちなんだ。どうだ、絶対ここ来ません。直した方がいいんじゃない、むしろ直した方がいいレベルですね。あ、門番しようとしてる。いや、でも切るくりたまんないよな。たまんないですね。あれ、夏目さんどこ行かれるの。いや、左です。ベントの中じゃないの。ベントの中に入ったっきりですね。左の、あ、左の、ね、なるほど。で、直して、お、これワンチャンを狙ってるか。右に誰もいないことにかけている。アスパーさんがちょろっといてたけど、もうおらんな。さあ、あ、だったらアーカイブのドア閉めればよかった。しまった。これで向かってます。今、エロちゃんさんたちが向かってる。ツンさんとエロちゃんが向かっていって、ここで死体発見か。うわぁ。ナイス発見。ね、発見。初号機の端折れたとこ。これちょっといきさつを言うとですね、藤宮さんさが一番多分知ってると思うんだけど、はい、夏目とサントスでトゥーンを遊んでたら、昇降機になってしまい、夏目左を直してたんですよね。でサントスさん右直してくれるから、まあそれずっと直してたら、多分みんなは多分勘違いをして回ったと思うんですけど、で夏目藤宮だけ昇降機左側残ってずっとボタンを押してましたと。で流れです、で下位置を教えてください。多分もう昇降機右しかないと思う。うん、うん、でなんて言えばいいかな、カスターさんも死んでるのか、これは。そうですね、カスターさんも死んでるってことは、夏目藤宮には殺害が2キルの殺害無理って考えてください。僕が一回心電図を見に行った時、はい、はサントスさんしか死んでませんでした。そこから電気室で確かカスターさん見ました。でそこから僕はメインエンジン宿舎昇降機って行った時にいましたね。だった場合、藤宮と夏目が昇降機左にいたの藤宮覚えてます？まあいましたね。うん、だから、じゃあそのバイタル情報があるのなら、なおさら自分は無理です。なので、さっきの殺害、キッチンの殺害とも踏まえてトゥンさんかなとは思ってます。トゥンさんのセルフレポートかなって思ってます。いや、今回エロちゃん発見です。はい、違う、あ、トゥンさんが2キルする、トゥンさんがカスターさんを殺す。でも今回多分無理なの、多分エロちゃんが証明してくれる。モダンないですよね、みんな。夏目先生、夏目れるわ。あー、そっか、分かったけどな。あれ、終わるよ、終わんないよ、ほんと。一緒に行ってたからね。どうかな、と思うけどな。ナイスファイト。いや、うまかったね。うまかったけど、ナイスキルでしたね。ガスターさん切るまで落としてるのは見事でしたね。うん、びっくりした。いや、それ申し訳ない、もう。いやいやいや、ごめんなさい。楽しかった、めっちゃ。ごめん、ちょ、ふざけちゃってごめんなさい。ちょっと、はい、やっぱミーティングで私殺そうとしたんですか、はい、あれ、なんかボタン押す時のあの死の踊りの会話。あれはマジで殺そうとして、やっぱ通ってね、死の踊りだったよね。死の踊りだと思った。絶対殺してやろうって思いましたね。誰がどこにいるかわからんから、もう。そうっすね。でも通り魔で切るになってしまうな。
ナイスだったし、良かったです。あ、私、あ、ちなみに夏目さん、最後のディレクター夏目さんが鳴らしましたよね。あ、はい、自分が鳴らしました。ね、私、ドアシメしかやってないんですよ、今回。夏目さんが多分やりたい方がいいかなと思って、うん、夏目さんがおられるときは、夏目さん周辺のドアは閉めずにっていう感じ。うん、あのサントスさんのアーカイブのドアの締めとか自分はやってないので、すごいお見事だなって思いながら助かりました。はい。いや、強いですね。皆さんが。あれも惜しかったですね。チュンさんとエロちゃんさんが結構ずっと並走してたから、あれがバラバラだったら、エロちゃんって僕が多分ほぼないから。ああ、そうなのか。あれでばらけてくれてたのワンちゃんかなって思ったよね。現の書籍でも前半ピカさんに意図的にある程度ついていってアリバイを作った予定だったんですけど、結局ズバッて切った直後にセンターさんが急に来られて見つかるっていうなんか感じになっちゃって、今までのことが、そう、なんかコックピットでね、伝統で見た時に、あ、なんかピカクロスさんとゲンさんいて、ゲンさん殺してないかな、いけるかなって思ったんですけど、うん、もうせっかく貯金貯めたのに全部使っちゃいました一気に破産しました。